秩父鉄道500系電車は秩父鉄道に在籍していた通勤系電車である。1962年から1967年に日本車両でデハ500型とクハ600型による2両編成9本、合計18両が製造された。車体形状等は300系に準じているが、車内はロングシートである。このため側面の客用窓は小さくなり、 窓割りが大きく異なっている。前面は正面2枚窓のいわゆる湘南型であったが、全湘灯が二等化されたため、300系との識別は容易であった。なお、300系第二編成では空気バネ台車に変更されたが、統計式では再びコイルバネ式台車の名12が採用された。また、電動車と制御車の二両編成になったことから、 主電動機の出力が300系に比べ増強された。連結面側には、便所、洗面所が設置されていたが、垂れ流し式であったため、郊外の問題から昭和50年代には閉鎖されていた。電動方式は 1M としたため、電動発電機と電動空気圧縮機、CPU では500型に集中搭載されており、 300系と同様、日本エアブレーキ、現、ナブテスコ CDH-25 型を搭載する。塗装変更後登場以来変化のなかった500系で、あったが、1985年頃には、前面のサボを廃止助手席側に100型と、同タイプの方向膜が取り付けられた。1986年には黄色に、茶帯のカラーになった。この際、 秩父鉄道のサボとサボオケは撤去され、同一に秩父鉄道のロゴが取り付けられた。白熱灯であった全照灯も1980年代後半にシールドビーム化されている。1991年11月、本形式の置き換え用として2000系が投入された。本来ならば1991年末までに全車廃車される予定だったが、 同年12月3日に2000系、第2編成が、より駅マイナス白麗駅間で、自動車との衝突事故を起こし、ステンレス車両であったことや、台車の複雑さによって修理が遅れたため、急遽本形式の廃車が延期された。最終的には1992年3月31日付で、全車廃車となった。さよなら運転などは行われなかった。 本系列の車両の若い車両はおよそ25年で、地方施設としては異例の短命であった。2014年まで使用された線形の一部車両よりも新しいものだったが、急行用の300系と共通設計だったため、通勤用にもかかわらず片開きに扉車であったことから、両開き4扉の線形に比べて、乗降に手間取ることや、ATS などの保安装置が未設置だったことなどが、 廃車を早めた原因だったとされる。廃車後は、石原駅構内などに留置された後、広瀬川原駅で全車順次解体されたため現存車は存在しない。1978年には、出来6.75電気機関車のさよなら運転の客車として利用され、6両もの編成を組んだ。ありがとうございます。